トベライブ2024有明アリーナドローンショーが作る未曾有の奇跡ナンバーアンダーライン愛が舞う有明から世界へトベライブの秘密に迫る2024年8月16日東京有明アリーナで開催されるトベライブは世界中のファンにとって待望のイベントですこのライブは三宅県北山博光ナンバーアンダーライン愛 imp といったアーティストたちが出演し、圧倒的なパフォーマンスを披露する予定です。この日のために特別に用意されたドローンショーの映像が YouTube で公開され、その壮大さと美しさが大きな話題を呼んでいます。多くのファンは、これを見てさらにライブへの期待を膨らませています。n ンバーアン Underline I は、そのユニークな音楽性と革新的なパフォーマンスで知られており、特に若い世代から強い支持を受けています。 彼らの音楽はジャンルを超えた多様性を持ち、聴く者に新しい体験を提供します。IMP もまた、エネルギッシュでダイナミックなステージングが特徴で、観客を一瞬たりとも飽きさせません。彼らのパフォーマンスは、見る者に力強さと感動を与えるでしょう。飛べライブの開催と同時に世界独占配信がスタートするという知らせは、会場に足を運べないファンにとって大きな喜びです。 特に海外のファンにとって、プライムビデオを通じてリアルタイムでこの素晴らしいイベントを楽しむことができるのは、まさに夢のような体験となるでしょう。ドローンショーの映像は、まるでファンタジーの世界に引き込まれるような演出で、視覚的な驚きと感動を提供しています。これにより、ライブそのものへの期待も一層高まっています。三宅健は、ジャニーズ事務所を退所後も精力的に活動を続けており、 そのパフォーマンスは常に高い評価を受けています。彼のステージはダンス、歌唱力、そして観客とのコミュニケーションを大切にする姿勢が際立っており、ファンを魅了し続けています。北山博光もまた、その才能とカリスマ性で多くのファンを引きつけています。彼のソロ活動やグループでのパフォーマンスは常に進化を遂げており、今回のライブでもその実力を存分に発揮することでしょう。 今回のライブでは最新のテクノロジーを駆使した演出が多く取り入れられる予定です。特に注目されるのが冒頭でも触れたドローンショーです。このショーは精密にプログラムされた数百台のドローンが夜空を舞い、美しい光のアートを描き出します。その光景はまさに幻想的で見るものを圧倒することでしょう。ドローンショーの映像が公開されるや否や SNS では壮大美しい。 まるで夢のようといった賞賛の声が飛び交い、多くのファンが8月16日の配信を心待ちにしています。ファンからのコメントを見ると、彼らの期待と喜びがひしひしと伝わってきます。あるファンは、ドローンショーの映像、ありがとうございます。配信が楽しみです、と興奮を隠せず、また別のファンは、有明から世界へ飛べ、プライムビデオで飛べライブ、とハッシュタグを使って、 世界中のファンとともにこの喜びを共有しています。特に海外のファンにとっては現地に行けなくてもリアルタイムでライブを楽しめるというのは非常に大きな意味を持ちます。日本の文化やエンターテインメントを世界に発信するこの取り組みはグローバルなファンベースをさらに拡大するでしょう。ライブ配信の情報が解禁されるとファンの間では様々な期待や感謝の声が上がりました。自宅待機組なので 楽しみにしています。いけないと落ち込んでたところに、一筋の光が差し込んできたくらい喜びました。といったコメントが多く見受けられ、ライブを楽しみにしている様子がうかがえます。特にコロナ禍で直接会場に足を運ぶことが難しい状況が続く中、このような配信サービスはファンにとって大きな救いとなります。飛べライブの魅力は単なる音楽ライブにとどまりません。 アーティストたちが一体となって作り上げる総合エンターテインメントショーであり、その中には観客を巻き込むインタラクティブな要素も多く含まれています。例えば、リアルタイムでのファンのコメントがスクリーンに表示されることで、会場にいるかのような一体感を感じることができる仕掛けが施されています。また、アーティストたちが直接ファンに語りかける場面もあり、ファンとの距離が近いと感じられることでしょう。このような取り組みは、 単なるエンターテインメントの提供にとどまらず、ファンとアーティストとの絆を深める重要な役割を果たしています。特にデジタル時代において、オンラインでのつながりがますます重要視される中、飛べライブのようなライブ配信は、その先駆けとなる存在です。これにより、物理的な距離を超えて、世界中のファンが一つになれる機会が提供されます。さらに、飛べライブは環境にも配慮した取り組みを行っています。 ドローンショーに使用されるドローンは、電力を効率的に使用することで環境負荷を最小限に抑えています。また、会場で使用されるエネルギーも再生可能エネルギーを利用するなど、サステナブルなイベント運営を目指しています。このような取り組みは、現代社会において非常に重要なテーマであり、ファンにとっても共感を呼ぶ要素となるでしょう。飛べライブの成功は、 多くの人々の協力と努力によって支えられています。アーティストたちの準備やリハーサルはもちろんのこと、スタッフや技術者、クリエイターたちの細やかな作業が積み重ねられています。特に、ドローンショーのプログラミングや安全管理には高度な技術と経験が求められます。これらの要素が一体となって、素晴らしいショーが実現されるのです。また、ファンの存在も非常に重要です。 彼らの応援や期待がアーティストたちにとって大きな力となり、最高のパフォーマンスを引き出す原動力となります。SNS 上での熱いコメントやシェア、応援メッセージは、アーティストたちにとって大きな励みとなり、ライブの成功に欠かせない要素です。2024年8月16日の飛べライブは、間違いなく歴史に残る一夜となるでしょう。このライブを通じて、アーティストとファンが一体となり、 素晴らしい時間を共有することができます。そして、その瞬間を世界中のファンと共に楽しむことで、新たな感動と喜びが生まれるでしょう。飛べライブが世界に向けて放つ光が、ファンの心に届き、未来へと続く新たな物語を紡ぎ出すことを願っています。このライブをきっかけに、音楽とエンターテインメントの新しい可能性が広がることを期待しています。 テクノロジーと想像力が融合することで、これまでにない体験が生まれ、それがファンとの絆をさらに強固にするでしょう。飛べライブが提示する未来のエンターテインメント像に、多くの人々が胸を躍らせ、期待を寄せることは間違いありません。最後に、飛べライブの成功を支える全ての人々に感謝の意を表します。アーティスト、スタッフ、技術者、そして何よりもファンの皆さん。 このライブが成功するのは皆さんの支えがあってこそです。2024年8月16日世界中が飛べライブに注目し一つの音楽で繋がる瞬間を共に楽しみましょう。この特別な一夜が私たちにとって忘れられない思い出となることを心から願っています。このライブを見逃すことなくぜひリアルタイムで参加しその感動を共有してください。 そして、ライブ終了後もその余韻に浸りながら、新しいエンターテインメントの未来について考えるきっかけにしていただければ幸いです。飛べライブが私たちに示してくれるのは、単なる音楽ライブの枠を超えた、新たな可能性と希望です。皆さんと共に、この素晴らしい旅に出発することを楽しみにしています。